マリオ。開幕から何やら不穏な雰囲気ですね。背景に海賊版は犯罪ですと書かれております。ゲームをスタートすると目の前に看板が。内容は何が書かれているのか。こんにちは。任天堂はこのゲームを海賊行為しないようにこの看板をここに配置しました。もしもあなたが海賊行為を続けるのならあなたには面白い結果が待っているでしょう。マリオはこの看板を無視してピーチ城へと冒険の旅に出ます。ピーチ城の中に入ってみますが、何やら BGM がおかしいですね。するとそこには目がえぐり取られたようなピーチ姫の存在が。マリオがピーチに話しかけてみると、ねえマリオ、私は海賊版をプレイしているのを知っているわ。あなたは海賊版を行った人間がどうなるか知っている？刑務所に行くのよ。というようにピーチ姫からも警告が行われます。